兵庫県と大阪府は17日、プロ野球の阪神とオリックスの優勝記念パレードの事業費を募るため、個人向けのクラウドファンディングと企業協賛の受付を18日から始めると発表した。クラファンの寄付額は3000円からで、目標額は5億円。クラファン専用サイト、レディー4で11月末まで募集する。パレードは11月23日に大阪、御堂筋と神戸三宮で実施。クラファンでは返礼として、金額に応じて両球団から優勝を記念したタオルや T シャツなどのオリジナルグッズを提供する。企業協賛ではパレード車両などに企業名やロゴを掲載する。兵庫県の斉藤元彦知事は、過去最大級のパレードになるので、寄付は警備費などに使わせていただきたい。みんなで安全に盛り上げるために協力をお願いしたいと呼びかけた。万博 PR と抱き合わせのパレード開催からは、政治利用の匂いしかしない。このプログラムは有意義で人道的なものや、祝福する価値がある。それぞれのファンは喜んでクラウドファンディングに応じるとは思うが、5000円に対してキーホルダー1個の返礼品。クラファンとはいえ、もう少し返礼品頑張ってええんちゃう？特に関西なんだし、損してどれくらいの気持ちがあっても。これだと PC で個人でも作れそう。返礼品が普通に販売されてる優勝グッズと変わらん。もっとパレードにちなんだデザインの品なら参加しようと思ったけど。金回収したいならパレードの座席とか作ったらいいのに、ワイは寄付しようかな。ファンとしては自分もどんな形でも一緒に作り上げたい。ちょっとでも携わって祝いたい。ワイ阪神ファンやが全然寄付するぞ。値段によって特典が変わるなら1万円ぐらいは出す。記念の T シャツもらえるなら寄付してもいいかな。 CS のチケットを10倍で買うよりマシよ。チームで出すとしたらオリックスと阪神とで、半々よね。5億円集まったとしてもそのうち4億円くらいは阪神ファンでは？